はい、今回の特別情報も前回に続きまして、天外2特集、今回ね天外2のプログラムと演出を担当された岩崎宏正さんにインタビューしてきました。見てください。岩崎さんの立場からですね、見た天外2のね、ポイントっていうか売りみたいなものをお話しいただきたいんですけど、天外2の売りっていうのはですね、マップとビジュアルの結合っていうことだったんですよね。マップっていうのはマップ面とビジュアルっていうのはアニメ面っていうこと。はい、そうです。今までのゲームなんかでよくある例で、ゲームとビジュアルとか分離しちゃってる。はいはい、 CD ロムだからアニメ使えるかって無理やりアニメくっつけちゃったようなゲーム結構ありますよね。そういうのはすごく嫌だったんで、今度はマップ上で起こった出来事っていうのがアニメにつながっていく、その逆でアニメで起こった出来事っていうのがマップにつながってくるっていうのを目標にして作りました。じゃあ逆にマップのシーンでの大掛かりなプログラムっていうのも結構たくさんあったわけですね。はい、前半の方でですね、なんかこう代表的なイベントを1個ちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、伊勢にですね、イヒカの巨人っていうものがあるんですよ。それの登場シーンなんかはそのマップアニメの典型例ですね。なるほどね。まあそれだけじゃなくて、こうその後もどん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 その出てきて、はい、まがまがしいぐらい出てきます。そうですか。7800円っていう値段が、高いと思うんですけれども、ところがですね、これが平均するとプレイ時間っていうのが70時間ぐらいありますから、時間あたりはわずか100円と。100円で1時間遊べちゃうという非常にお得なソフトではないかと思いますけれど、ね、結構長期間制作もかかってらっしゃいますよね。約1年ですね、プログラムだけで。そんなにいったですか。はい、じゃあ内容的にはもうプログラムも演出もバッチリ。はい、そうです。満足、自信あります。はい、じゃあ期待してプレイしてみたいと思います。どうもありがとうございました。